パンジャーステッカーエストックは14世紀から17世紀頃に広くヨーロッパで使われた刀剣の一種。エストックはフランス語でポイント、スラストを意味する。タックは英語で同様の意味の単語である。ドイツではこのスタイルの武器はパンツァーシュテッヒャーと呼ばれた。16世紀から17世紀にかけて騎兵がこの類の剣をよく使用したポーランドでは蝶長,長剣をコンツェシュと呼び、 長剣をパラシュと呼ぶ。コンテッシュの方が長いが鎧差し専用の武器であるため、パラシュよりも細く、重量もほぼ半分と軽い。比較的、重く頑丈なパラシュは、鎧差しのほか、敵を突いたり叩き切ったりした。フサリアはこの他剣では、突きと切り用のサーベルであるシャブラを同時に腰に装着する。コンテシュは、フサリアでは、蔵の左側で、膝下の位置に装備し、 同時にパラシュを蔵の右側に装備した。献身の断面はひし形で、先端になるにつれ狭まり先端は鋭く尖っている。長さはポーランドでは、献身が 130cm 以上、全長 150cm 以上のものが多いが、他の国では、献身 90cm、全長 120cm 程度のものが多い。この時代、鎧の発達に伴い、 大型の打撃武器が主流となった。しかし、依然鎖片びらは重要な防具であり、この隙間の多い鎧に対抗するためつくための武器が普及した。エストックはそれら一般を指す。西欧諸国では量産できていれも簡単なことから、下級の投票用に普及した。一方、使い捨てができる利点からポーランドでは、鎖や機兵が馬上から不評を攻撃するためにコピアと同じように、 用いられ、折れた場合はその場に投げ捨て、パラシュ・シャブラ・ブズギガンなど他の携帯武器を使用した。スペインの闘牛で牛に止めを刺す際に使われるのも、このエストックである。ポーランドの長長剣コンチェシュ。ありがとうございます。